あはいいありがとうございます荒、えー、木先生からあの理論的な質問はあったので、ちょっと私はあのもうなんか思ったことを伺いたいという感じなんですけどいいですか、ねえっと、いくつかあるんですけど、レベルの低いこともいっぱい聞くと思うんですが、あのえー、17歳の時きに、まあ、バイク事故があって、でえー、その,時後悔のよあの事故後、そんな後悔のようなものはたくさんなかったとっいう。 話だったんですけど、その高校生時代にその、えー、部活柔道が大会終わって比較的なんかプラプラプラしてたみたいなお話だったと思うんです。その時なんかその高校卒業後にこういうことをしたいとかいう目標はあったんですかね。あ,あったんですよ。本当にあのいわゆる夢のない子だったと思うんです。うん、で、まあ柔道やってたので先輩とかが警察官に結構なってたんですよね。で。 景気のいい時は公務員にすぐ入れてたのがちょうど僕らの時期は昭和51年代生まれの人たちはあの公務員の倍率がすごく高くてそれどころじゃなかったし <laughs> まああの警察官にならなくてよかったなって思ってますけど <laughs> <laughs>、うん、でもなんかこううーんど 家で、まあ、世の中の役に立ちたいみたいなのはあったのかもしれないですね。まあ、認められたいっていう承認欲求だとは思うんですけど、あの、まあ、警察官がダメだった後に、受験の準備を進めてたのが、えー、介護士の専門学校に行く、その準備だったんですよね。で、まあ、母ちゃんに相談して、あの、あんた半殺しの目に遭うたのに、懲りひんなって言った僕の母ちゃんですけど、あの、 えー、まああんた向いてんちゃうかって言われたんですよ。まあ気も優しいし。で僕もそれ言われた時にあのお年寄りにこうあーんってご飯食べさせてる自分の姿はパッと思い浮かべれたのでまあなれるのかもしれないななんてことを思ってたんですよね。でもなんか自分で見つけてなりたいって思ったわけではなくてなんかなりゆき状みたいな感じではあったんですけれども。 まあでもやっぱりそういった職業に興味があったっていうのはおそらくその自分の自信のなさとかそういうものに対しての承認欲求だったのかなみたいな気はするんですけどね、まあ、まあただねこうあのさっきのスプーンいっぱいのお買いの話でいくと自分が食べさせてもらって超嫌だったって。<laughs> <laughs> なのに自分が事故する前は食べさせることをすっと想像しちゃってたわけなんですよね。なんかこうあのやっぱそれを思い出すと考えるとすすんんななななり介護士にならなくててよよかったなった思るで自分自身が介護されるっていうそれを生で体験してみてあ食べさせられるってあんまり気持ちのいいことじゃないんやっていうことが分かったので。もし あの事故せず介護士になってたら自分のエゴで介助をしてたかもしれないなって思うんですよね。で実際あの老人保健施設で勤めてた時もやっぱりあの看護師の若い子たちが自分のエゴでお年寄りに接し,してるのを見ると腹立たしかったのでよくハレーションが起きてました。はい、<laughs> なんかやっぱり押し付け今でもなんかこう押し付けに。 しなくて済んでるのはやっぱりその体験があったからかなっていう気はするんですけどね。うん、まあただ、そうだな人の役に立ちたいっていうのも英語ですけどね。うん <laughs>